今回こそ揺れるはず。若干揺れた。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、R90 を使っていきます。というのも、R90、極めてる人めちゃめちゃ強ない。たまに R90 モンスターにボコられるんですよ。なので僕は R90 を極めます。ではランクマッチ見ていきましょう。どーぞ。アイマップはシュートハウスですね。ショットガンマップの一つ。まあ、今回的になんか大会とかよく出てるプロみたいなやつがおるんで、今回それぞれに芝居でいきます。まあ、EUE クランのメンバーなんですけど、まあ、EUE クランは海外、まあ、こっちのサーバーでは結構外役クランで有名ですね。死体打ち暴言半端ないです。ほんでさらに外役なのがめちゃめちゃうまいんですよね。プロ並みにうまいんですよ。なので僕がいなくてもなかなか力で抑えることできないんですよね。あ、もう B 取られてるのか、これもう無理やん絶対。統一で一人で勇敢に B に入っていく俺。R90 はね、結構あんまりガサガサしない方がいいんですけどね。あーもう一つ。いや、これ B 取りに行きたいなー、ちょっと。COD モバイル版のサスケを見せます。はい、はい、はい。いや、これ敵左右におんのはちょっと様子見るか。顔出してきたところをやります。落とし穴ドッキリと同じぐらいの驚きを見せます。うわー、いやいやいや。いや、俺が一番びっくりしたわ。これ絶対俺な、来るな。俺分かってるよ。いや。あー、これね、R90 の罪、連射もできるから連戦にも強いんですよね。あと、ある程度距離あっても連射でワンパンできるっていうね。あー、いやもうこのキャラつきマジでエロがにじみ出と。いやその街は若いね。 R90 ショットだったらそこワンパンできるからね。でトロフィー置いといてと。もうサーマイトに火炎瓶時刻ですからね。マジでトロフィー必須っすよ今。お、 KRM か。お、これはちょっと面白いぞ。 KRM 対 R90 やっていくぞ。ショットガン対決まずは俺一本選手したよ。これ裏取れてるからな。どうしようか。ちょっとこれ B 取りたいな。いやー気持ちいい。あいあい。いや、タイプどんだけ解けへん。あれ、クソやん、マジで。もう全キル速できて。うわ、やばこいつ、こいつ、こいつ、KLM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 。えい、やべ、えい、いや、ひよってんちゃう。ちょっと腰引けてるで。いや、ほんま、タイプマジでやばいっすよね。遠距離あんだけ速解けて消えちゃうって、もう SKS とかいらないじゃないですか。もうスナイパーも顔負けっすよ、あんな。お、なんか聞こえた。お、お前か。よし、後半戦やっていくか。もう、あいつのアイコンやばいやん。中指立てるとか、もうクソやん。ほんで、まずはトロフィーと地雷をセットしていくと、お敵来てんな。こっちからスッと行って、ボンボン。おっしゃー。タイプのレジェ持ってるからって、生きてる。あー、でも、このスキンのいいところはね、マジで癒しを提供してくれます。イライラを完全に収めてくれます。まさに童貞殺しのキャラスキン。COD モバイルでめちゃめちゃイライラする人はね、もうこれ買った方がいいですよ。でも、あいつ来るからな。ちょっとキャンプしようか、ここで。来た来た来た。いやー、ちゃんと右クリアリングしてなー、あかんで。いやー、ちょっとそろそろ B 取りに行くか。B いかな、ちょっとあかんな、これ。ちょっと流れ変えなあかん。強ー。いや、時計早すぎ。いやー、B 取られてんなー。ちょっとこれ、味方頑張ってほしいな。ちょっともうちょっと左側分かってほしいな。いやー、取られたか、マジか。いや、これちょっとキルして、俺が取りに行くか。お、こっちも来てんな。いやーい、マジか、お前、それは、いや、それは小学生がアリさんを一方的にいじめるみたいなもんなんよ。いや、お前、コンカッションするよ。もうトロフィーちゃんと置いとけばよかったな。絶対来るやろ、こっち。来るやろ。来た来た。いやー、若いね。やっぱコンカッションやとキルできんやろ、あんまり。お、もう一枚来てんな。やりに行くか。はい。われれれ、やば、早い早い早い。もうクソやん、この環境。不屈もおるし、フェイトゥーウィンもおるし、もうスカルカーもおるし、もう無理やん、これ。なんか聞いたようなして、もう一回行くか。アイマップはサミットですね。ショットガンマップの一つです。いや、もうほんまにグラマス隊とマッチングするのほんまやめてほしいな。マジで、もうレジェンドだけでいいわ。まあ、キルできて楽しいんですけども、毎回そんな感じだと結構思わないですよね。こいつこのスキンってことはあれ、持ってんちゃう。お、来た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 。いや、この武器買ってないからね、ちょっと使っていくか。どんだけ強いかっていうのをちょっと確認していきたいね。しっかりスライディングで見て、ここでも見ると。ほんでスライディングで入ると。おらんか、こっちほどや。おらんな、よっしゃ。あ、これ B と言ったけど、これさっきやるか。あれれれれれれ、これこれ。いや、これ結構ちょっと癖あるぞ、この武器。いや、ちょっと難しいぞ、この武器。これはまあタイプの方が絶対強いな。マジでタイプ反動ないからな。お、トロフィー。 おるな、そこ。おるな。はい、はい、うえ。いや、これちょっとやばいな。どんどんポイント差ついてるやん。多分火力的にはこっちが合ってんねんけど、これ、拠点入る人少ないな、これ。もしくは向こうがマジで、キャンプうまくて、拠点に入れないって感じかな。ちょっと B 攻めに行くか。ちょっと二人で行ったら勝てるやろ。いつも通り味方とは違うルートを選択してゴールしていく。いや、そのタイミングでショックあるしはこすいぞ。マジでこすいぞ。あ、こすいってなんか大阪弁でなんか卑怯みたいな感じの意味合いですね。いや、このポジション強っ。
いや、めちゃめちゃ強いやん、これ3キル下で今。ほんで、後ろにいるもの分かってるからね。これ、いやー、これ B、取りに行くか。絶対あいつ来るからな、こっち。シュッと行って、パーン。あー、うまい。芸術点100。いや、これ3強点いけるか。いけるな、これ。オービタルレーザー、こう出していくか。これで敵入れへんやろ、C に。ほんで、75対73に持っていけたら最高やな。オーケーオーケーオーケー、間に合った間に合った間に合った。あとは C ちょっと綺麗にしていくか。マジか。気合で入ってきたやつおったな、今。いや、今の捨て身は IQ 高いね。うわ、危ねえ。うわ、キロ、新しいキロほんま怖いな。後半戦見ていくか。俺、キル数やば。やっぱ初手はこの2回取りたいね。絶対箱みたいなとこの後ろにおるからな、大体。ほんで、こうちょっと様子見といて、一気に行くと。どこや。おっと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 。何しとったんやろ、寝起きやったんかな。ほんで、こっから裏を取りに行くと。わ、犬。うわぁ。アドバンスエビ出していって、これこっち来てるからな、まずは。よし。ほんで、もう一枚来てるから、ここで、ポンポン。いや、B 取れるやん、味方。いけや、B。ケアすんのもちろんなの分かるけど、これ、拠点だろな、負けるやん。アドバンスエビも出てて、敵の位置分かってんのに、もうマジで B 入るタイミングめちゃめちゃ無理やん。これやからグラマスサイト入れたくないんすよね、ほんまに。拠点入りながら見ていくか。よし、ったぞ。いや、これもう一枚来てるやろ、絶対。完璧なクリアリングと、こっちも来てる。よし。でもこれ B 入れるやろ、絶対。いやー、味方来いよ、味方来い、味方来い。いや、もう味方上がってくん遅すぎ。お背中におばあちゃんでもおんぶしてるんですか。いや、これ、味方結構キャンプしてんな。これ、ちゃんと押さえてくれてるかな。うわうわうわ、敵よ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 。いやー、マジか。あそこ見てないとか、どんだけ。もう、ああいう環境部しか使えないんですよね。もう、この地雷でね、マジで死ぬんですよ。いや、ほんまタイプ、綺麗になってきたな。特にレジェンドスキンの。これ味方立ち回り変えたな。もうガツガツいかんようになってるやん。いや、多分リスポーン変えたくないんかなーと予想します。ということで僕は味方のそういう意思を尊重します。僕もガツガツ前に出て、キリ失ったり、リスポーン変えたりはしません。ほんま R90 強い。もう近距離でもマジでいけるし、もう2連射できるのがほんま強いよな。連射のインターバルも気にならんし、これマジで R90 最強説ほんまあるからな。ほんまに上手い人が使ったらマジでバケモンなんですよ、この R90。これ絶対脇道から出てくるやろ。絶対階段から上がってくる。来た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 。よしよしよし。ああ、こいつレジェタイプか。くそー、うぜー。いや、もうこれほんま味方マジで終わってんなー。これもう敵もうこれ腹痛溜まってるやろ、これ。これ B 行けへんしな。まずこれちょっとクリアリングしといて、これ C 行くか。これ C 取らなマジで負けるからな、多分1点差で。いやー、ショッペー RC は効いてない。いや、味方1人2人が行ってるな、C に。いやー、これちょっと、うわー、負けたか、そこ。マジかー。いやー、そこ勝ってほしかったなー、ほんまに。いやー、もうこれ間に合わんな、これ時間的に。いやー、きついか。はーい。はい、ということで今回の動画は以上です。お疲れした。